この動画は、前回の、最上義明の補足、米返し、謝礼動画です。ですので、前作を見ていない方は、ポチッとなして、前回から見ていただければ嬉しいです。皆さん、こんにちは、霊夢だよー。今回は、前回の最上義明の補足と謝礼と米返しをしていこうと思っています。早速、ヨウムとマリサを呼びたいと思います。近松門左衛門です。じゃあ、私は中村勘三郎なのです。なんか、今日は歌舞伎で攻めてきたわね。でも、今回も華麗にスルーするわよ。じゃあ、早速、謝礼から始めるわよ。前回の最上義明、解説に、22人の方が広告してくださいました。天のシャンゼリオンさん、デスシさん、ナミワビトさん、メガマウスさん、タッコマンさん、梅さん、ロクスさん、トモタン音符さん、ミタさん、あの時の馬さん、ゆうきさん、天心さん、もみじ姫の思いさん、リカルドさん、アルさん、フリさん、スシーフさん、キンケイド、ブランブラさん、文鳥さん、オンザッビーチさん、ユータさん、ヒロポンさん。本当に、ありがたいわね。ありがとうございました。天心さん、古代史もお願いします。のこめ、ありがとうございました。ひみこ、とかです。ユータさん、15人解説し終わった今の感想、お願いします。のこめ、サンキューだぜ。うーむ。なんか、一気に駆け抜けたって感じがするだぜ。ヒロポンさん、酒つながりで酒の部秀綱さんをお願いします。のこめ、ありがとうございます。うーむ。最上義明とかぶる部分が多いから、今回は、見逃すわ。ごめんなさい。じゃあ、米返しをしていくのです。うぽつ、うぷおつ、待ってたぜ。うぽつでち。サンキューだぜ。また、お前らのうぽつ、待っているだぜ。以前リクエストした人物がついに紹介とは嬉しいねー。私は、リクもちゃんと、見ているのよ。でも、喜んでくれる人がいてよかったわ。白鳥、だよ、地元民。救出米、ありがとうございました。ネットや本でも、調べたんですけどね。白鳥白鳥、と表記されているのが、多かったので、今回は、白鳥。って発音させてしまいました。でも、地元の方が、そう呼ぶんなら、きっと、白鳥が正しい発音なんでしょうね。名称なのに正宗の叔父として見られる面が強いのが残念。矢印実はかわかりませんが、古田織部に、伊達政宗の叔父です、と紹介しないと理解されなかったらしいですからね。どうしても、伊達ちゃんが目立ってしまいますからね。古田織部の話は、はじめまして、でした。教えてくれて、ありがとうございました。たまに引用元が違うのは何なんだろうか。何冊かで調べるんですよ。で、一番わかりやすくて、簡潔な説明を書いているのを、選ぶわけです。今回の最上義明は出典が、少なすぎたので、長文になってしまいましたが、大河ドラマ独眼竜政宗で冷酷な暴虐家みたいに書かれてたので山形の人たちは不満たらたららしい。独眼竜政宗は、私、見ていないのですー。ただ、光栄のゲームでは、内政と知力がいつも高いのは知っていますー。服部天皇、で検索してみるとこの人が悪役扱いになった理由がわかる。検索したんですけどねー。山形の権力者ってことは分かったのですが、ここから、どうして、最上義明に繋がるのかが分かりませんでした。やっぱ大河ドラマ通りの人物って聞くから陰険で怖い感じ。陰謀家だけど戦ではむしろ虚突の気がある。大河は、時代交渉は入るものの、フィクションですからねー。この人も戦国時代に身長が大きかったのか。一般人はともかく武将や大名は戦国時代でも意外と大きい人が多い。そうですねー。良いものを食べて、体も鍛えてますからねー。当時の平均身長は157センチでした。ちびっこ将軍で有名な徳川綱吉は124センチしかなかったとか。BGM 何？ここの BGM なんですか？リンクお願いします。今、かかっている曲ですよねー。これは、随分昔にコミケで、友のドラくんが買ってきたものなのです。で、探してみたら、両つべにありました。ジーワジーエオースジーワージアン、って曲です。
説明文に URL を貼っておきますね。この仲介をしたのが白鳥長久、諸説あり。で、後の原因っぽい、白鳥氏の影響力が増したため、神の山、だよ。救出コネ、ありがとうございました。助かりました。ちゃんと白鳥長久長久の名前を出してくれて地元民として嬉しい。ちなみに白鳥長久の父義久は十二代将軍足利義晴の御楽園説がある。かなり眉唾。御楽園説って、いろんなところにあるんですね。信長的には間違って出羽の神に民間仕掛けて焦ったのかな。そう考えると、超、楽しいんだぜ。浮田さんを超えるかもしれん暗殺の数々をこれから繰り返す。速やかにと言われてるのに実際に討ち取ったのが1584年なので、この古文書は怪しい地域ね。その間に白鳥長久を呼び出すため、長久の娘を長男義康の嫁にしたりしている。この辺ねなんか諸説がいっぱいありすぎたので、バッサリカットしてしまいました。ごめんなさい。山形市に鉄砲町の地名がある。それは、知りませんでした。教えてくれて、ありがとうございました。この頃だと畠山とか足長注意すべき敵かな。鋭い。だぜ。義姫様も鬼母の丘から変わってきてるよね最近。そう。歴史は変わっていくんだぜ。上杉は大宝寺を担いでて、大宝寺に領土の返還と言われたら最上の正当性がなくなる。ここも正しくは大宝寺領だね。上杉がバックにいるけど。ああ。救出コネ、ありがとうございました。大宝寺家を入れると、説明がややこしくなるので、ここもバッサリカットしてしまいました。ここら辺の秀吉はひどいよなぁ。まさに痛恨寺。悲しい。駒姫は秀次の側室に入る前だったのに処刑されたと言われている。腰入れ前の惨劇である。駒姫だけでも除名されていれば豊臣家の流れは変わったのにね。駒姫はまだ15歳でしかもまだ嫁いだばかりで秀次とまだ対面する前なのに処刑されたからな。駒姫は酒様にとって目にも入れたいほど大切な娘だっただけに怒りは当然だろう。駒姫の死後、酒様は家康に接近したのであった。そうですねー。本当に駒姫はかわいそうでした。確か、秀次が目をつけたんですよね。駒姫に。で、義昭は愛娘なだけに、最初は渋るんですよね。ああ、なんてことをしてくれたんだ、秀次&秀吉は。伏見の地震の時も真っ先に家康を助けに行ったしな。私も知ってます。きっともう、秀吉は当てにしていなかったんでしょうね。義昭がなぁ。時代のグダグダはほんとひどい。嫡男の義昭はへそを打たれ自刃したんですよねー。しかも、高野山へと謹慎する途中で。義昭は、義昭の死後、病がちになったとも伝わっていますよね。家康から薬をもらったらダメだ。同時期にそれで何人死んだと池田浅野。これには、大爆笑しただぜ。その後、近江の国にわずかな所領だが最上氏は生き残ります。救出コメ、ありがとうございました。だて、上杉の近くに不在大名を置きたい時にちょうど上騒動が起きた感じだな。次に鳥居が入ったしだてと上杉の抑えとしたかったぽい。その次に来た星名正幸が会津に移ってその役割も会津に移ったけど、長男三男五男六男が皆殺されてるからなひでえ話だ。四男義忠は騒動の席に寄りる系、後に水戸家に仕えて、その息子は水戸黄門でおなじみ山野辺兵庫のモデル。伊達と上杉の間に不在を置きたかった気持ちは、わかるぜ。何せ、家康が一番恐れたのは、伊達ちゃんちだったからな。大好きです。長谷堂合戦も聞きたかったです。北の関ヶ原とも言われる長谷堂合戦とは、西軍の上杉景勝が、直江兼続を対象として2万の大軍を擁して、最上攻めを行い、この城に襲いかかった。最上方は志村光康を城将として約1000人の兵が籠城し防戦した。この城攻めの最中、関ヶ原で西軍が敗北したことで上杉勢は撤退を余儀なくされ、最上方は同城を守りきった。っていう話です。ここも、バッサリカットしてしまいました。ごめんなさいです。
ハーマン銃がぴょんぴょんするんじゃー。じゃあ、ぴょんぴょんしておくわ。私もするのです。俺は、しないぜ。それが意味わかんない。タモさんと言ったらタモ神閣下のイメージだからわからん。どう答えればよいのかなー。いつかやる社長、さんのベルサちゃんかわいい。みたいなものです。また、見てくれるかな。矢印いいと思う。みたいな感じです。特に意味はないのです。だから、突っ込まないのです。BGM リクエストです。ユーフルカ様のシジーニフィシアンシエトエイスト、をよろしくお願いします。リク、サンキューだぜ。早速使ってみたぜ。斉藤利光の兄の嫁の妹が長祖家で元地下に嫁いでいます。娘じゃなく利光の義理の妹、兄の嫁の妹、だった。すまん。斉藤利光の兄の石貝頼時の娘が長祖家で信地下の嫁で頼時の嫁の妹が元地下の嫁です。ごめんなさい。頭が、こんがらがってしまっているわ。これは、家系図を書かなくては理解できないのかもしれないわね。まあ、いつかやるであろう。明智光秀か斉藤利光の時に、頑張ります。すみませぬー。京都の渦政の交流寺で有名な旗、旗。氏は始皇帝又破除服の子孫らしい。長祖壁家の先祖はその旗一族だから始皇帝か除服の子孫であっている。なるほどね。教えてくれてありがとうございました。一から見てるけどマリサの一人称が私じゃないのなんか理由あるのかな。個人的に違和感がすごい。これはウプ主の友で東方に詳しいドラ君にマリサってどんな風に喋るのって聞いて、その時に、私、でも、俺、でも問題ないって言われたので、俺、って言っているわけだぜ。まあ、ここまで、俺、で通しちゃったわけだし、ウプ主の脳内では、マリサは、俺、で固定化されているんだぜ。そこは、許してくれメンスだぜ。お位置から、見てくれて、超サンキューなんだぜ。パソコン持ってないし、iPad でこれ見てるんだよね。俺も iPad で、コメ確認はするんだぜ。でも、動画は、やっぱり、PC じゃないと作れないと思うぜ。レミリア出てほしいなぁ。おまんじゅうが増えたら大変だもんね。画面に、おまんじゅうはそんなにいらないと思っているぜ。おつ、面白かったよ。おつでち、おつでごわす。最後まで見てくれて、超サンキューなんだぜ。また、次回のご来店を心よりお待ちしておりますだぜ。これで、米返しは終わったです。何度でも言うが、リクは新しくて、拾いやすいところから拾っていくので、毎回、リクを頼むぜ。じゃあ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。カモン、リクエストだぜ。センナさん、広告、ありがとう。